我が輩はポンである。動画は最後まで見てくださいね。最後にグッドボタン、チャンネル登録をお願いします。はい、第二ハウス 1A、ね、こんな感じです。朝一回撮ったんやけど、ちょっとうまいこと撮れてなかったんで、もう一回撮り直してます。ね、ゆっくりね、ソフトに。うん、ここは、ビビリやからね。はい、サビちゃん。今日珍しくポポちゃんと、ね、あれ、トラキチがね、スリスリしてたのに動画、ちょっと失敗してしまって、ね、残念です。ね、久しぶり、トラキチとポポちゃんが、ね、スリスリしてたのにな。おいで、トラキチ。はい、ミミちゃん。はい、ルルちゃん。今日はモバちゃんが褒めてます。マリンちゃんもね、チャダクでちょっと仲良かったのに、いいシーン撮れたのにね、ほんまに。はい。チャダクン。チャダクンな、チャダクン。はい、チャダクン。で、あ、誰と聞いてるの？キーボード？え、誰？ロシとキーボード一緒にいてる。あ、珍しいね。ドレイちゃんとミッちゃんね。これシャークもあそこに寝てんねんけど、さっきは向こうにおったんね。シャークン、シャークン意外とポポちゃん好きやからね。シャークン、おいで。シャークン、シャークン、寄っていたらあれ逃げられない。おいで、シャークン、おいで、おいで、よしよし、おいで。あ、いけた。よしよし。食わないよ。な。よしよし。な。はい、ポポちゃん。シャーフンと。ルーちゃん。ルーちゃん。ルーちゃん。で、これは誰や？あ、ミワのミーちゃんね。ミワちゃん。これで。レオ君トイレか、誰がトイレ。あ、なっちゃんか、なっちゃんトイレ行ってんの。まあ、なっちゃんなっちゃんまだダメで、俺ちょっと気ぃつけたかな。 ね、まだちょっとケージに入れてみようか。今日ぐらいからちょっといっぺん確認しようかな。じゃあ、なんで大丈夫？ちゃんとできてる？おしっこ。大丈夫やね。うん、大丈夫だよ。溜まってはしてないね。レイ君、レオ君、レオ君とあゆみちゃんこっちかな。さっき出てきとったらまた寝る体勢かな。そらちゃんと、あ、寝てんね。そらちゃんとあゆみちゃんと誰や。あ、あめちゃんも一緒に寝てますね。な、一緒に寝てんのお前、あゆみちゃんと。なあ、まあまた猫ビキビね、ちょっと確認だけねしときますね。レオくんも言うたかな、レオくんとあゆみちゃんとね。こんな感じでね。そら、あ、ルーちゃん、ルーちゃん、ね、気持ちいいな、ここ。やっぱりこのカーテンしてからだいぶ温度がね、ぬくいですね。ここ過ごしは半袖でちょうどいいぐらいから、そもそも。まあ基本ね、この部屋でいてるときは、家、ハウスにいてるときは半袖で、いてる方が分かりやすいんですよね。ポンさんが体温計と一緒で、体温計値がね、温度計になってね、測りやすいからね。ポンさんが寒い思ったら、猫も寒いんじゃないかなと思って。
ちょうど今の温度がね快適、これを覚えておいたらね、あ、やり始めました、やったやった、3人でやってる。あ、また珍しく動けるのよ、3人で。シャー君もやってます。シャー君、シャー君、シャー君もよう上に乗ってるからね、この上に。あ、だけどコンさんから登ってけんのかな。シャー君、シャー君とトラキチもね。ポポちゃん、ポポちゃん、これ3人めっちゃ仲いいんですよ。やってくれましたね。ねえ、やってます、3人で。仲いいな、お前ら3人。なあ。その間も、もし、ね、もし、ね、舐めてもうてました、ね。よかったね、シャー君。これでだんだんね、シャークも変わってきたと思うことで、ね、トラキチとも仲良いしね。ポポちゃん、ポポちゃん、ポポちゃん、見てるじゃん、かわいいね、にゃんって言ってる。はい、以上です。はい、第二ハウス逃げです。ドラちゃん、ドラちゃん、ドラコちゃん、はい、みこちゃん、みこちゃん、今は出てます、みこちゃん。やっぱりみこちゃんの意見はね、昨日も書いてはった方だったけどね、ルルちゃんとも仲悪い中でね、やっぱり心配されてる方の中でちょっとやっぱり今日ね、ちょっとシェアしてますね、みこちゃん。まあ昨日のヘルプさんはここね、やっぱりハッチとちょっとあったみたいな感じだけど、多少あったとしたかでね、それはもう猫社会でも絶対あることやからね。野良猫の社会やったらね、まあ一匹がいがええいうのもね、わかるけど、人間社会でほんなら一匹だけでね、あれするのがええか言うたら、僕はええと思わへんからね。やっぱり社会でやんと学ばんこともある中でのことやからね、それをどう捉えるかによって分かれる。まあまあ、それが、ね、合う合わんになってくるだけのことになってくると思いますよ、動画でも。ポンさんはどっちか言ったら、やっぱり人間社会でも揉まれて、ね、やっぱりいろんな勉強する方がええ思ってるから、その親での考え方の違いになってくると思う。過保護に育てるのと、可愛い可愛いで育ててるのと、ね、そこはもう仕方ないから、もう方向性が違うからね。こればかりはポンさんはポンさんのやり方があるから、一匹でクボタね、幸せなんかもわからんけどね、まあそれでね、いいこともありゃ悪いこともあるいうことは思うしね、人間も猫も一緒やもんですよね、まあ猫にとったら嫌なことは嫌なんかもわからん、ずっと。けどこれはね、やっぱり、まあその中でね、里親決まるんやったら決まった子はそれでええと思うし、ね、一匹で買うてもらえるのはそれやったらそれもええと思うしね、ここでね、やっぱりここのあれがやり方があるから、ね、なあ、これのもっとでも猫ちゃんさっちょこんなにね、ただ、会うた時がね、やっぱり、うーって言うからね、みこちゃんもそれ直さなきゃね。人間でも、そうやからね、自分から文句言うたら、やっぱり人が怒るからね。ポンさんもそうやからね、やっぱり、アンチ言うやつに言われたら怒るのと一緒で、ハッチの気持ちもわからんではないからね。
それはやっぱりみこちゃんやっぱり悪いとこは悪いからね、勉強しなあかんな、文句言うたらやっぱ怒るというな、わかるか、それは学ばなあかんよ、猫でもな。やっぱりそれでね、弱者強者でなってね、昔も喧嘩するんですよ、それでね、本さんでも喧嘩になったりするのと一緒で、それはそれでね、学んでいくと思います。そこでは ね喧嘩になってどちらかが折れるいうことになっているのをやっぱり理解せなあかんからね、文句言うたらダメやいうことね。人間社会でもそうやから、ね、それを学んではれん人が多分そういうことを言うんちゃうかなと思ってるしね、まあそうじゃないかもわからんけど、やっぱりポンさんはポンさんで、それをが学んでるから、そういうことを学んでるから、ポンさんはそれをやっぱりそっちの方が正しいかなと思ってるだけでね。ナミコちゃん、わかるか、よしよしされてるだけがあかんねんで、ね、辛い時もありゃ悪くね、悪い時もあんねん、人間も。そこから逃げたら終わりやからな、ボンサラでも逃げへんからな。わかったか、ナミコちゃんな、学びや。見てないね、リンゴちゃんこっち、ドラちゃん、おうちゃん、さっきから何うろうろしてんの。あ、そうそう、誰かおった。さっきサブクロちゃんの、まあ猫動画見る人は女の人が多いからね、特にまあそういうね考えになる、誰も仕方ないと思うんやけどね、男はそういう考えの人が多いから、やっぱりね、仕事するいうことは一歩出たら、仕事してある人なんか特に分かると思うけど、一歩出たらそういうことやからね、仕事で。よいしょ。えい。あまりね、過保護にしたモンスターチルドレンってまいりますよ、ほんまに。言うこと聞かん、結局ね。やっぱ怒るときは怒らなあかんし。なあ。何？おうちゃん何？よいしょ。まあ、よし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 とか言うてる動画のがね、ほんま伸びると思うけどね、ポンさんはポンさんのやり方があるから、ね、ね、そこを嫌がられる人は仕方ないと思うし、その今までの言い方というのは変えられんからね。それだけね、今日報告しておきます。はい。私たちの仲間が道路で亡くなっていたら、シャープ9910に連絡をお願いします。